中学生の頃に祖父が癌になったっていうのを聞いて、その時から医療系の仕事を目指し始めました。で、高校に進学して自分の進路を決めるとなった時に、医療系の仕事をたくさん調べてみて、その中で癌の早期発見に貢献できる細胞検査士という仕事を知って、4年間で細胞検査士と臨床検査技師のどちらもの資格を取得できるこの大学に進学を決めました。細胞検査士の資格と心電図検定の2級を取得しました。その細胞検査士を取ることはその目標としてあったんですけど、その幅広い知識をつけるために、その心電図検定というものにもチャレンジしました。自分がやりたいと思ったことをその応援してもらえて、そのサポートもしていただける、なんかとても恵まれた環境でこの大学を選んでよかったなって思いました。卒業後は病院で臨床検査技師として働くことが決まっています。医師や看護師など多職種の方からも信頼される臨床検査技師になりたいです。